ゼロトリック、中学の思い出。ああ、多分、いや、一番印象にあるのが、でもう一人その同級生で、よっちゃんっているんだけど、で、よっちゃんと俺が同じ塾で、中3かな。で、なんかサボってなんか遊びに行こうとしてて、で、ゼロトリックの実家っていうか住んでたとこが、その地元のね、頂にあったから、一番高いとこで、の近くにあった公園で集合っつって。で、俺とゼロトリックで2人で、もう11月とかだよ、寒い、もう冬入るかなぐらいの時に、よっちゃんまだからっつって、LINE、メールか、当時のね、ガラケーでメールで、もう100件ぐらい送ったんだけど、一向に返信なくて、で、10時ぐらいまで、ずっと2人で話してて。でもなんかね、あんま真面目な話2人ですることなかったけど、その時初めて2人きりでずっとあれして真剣な話して、まあ、中学生だから将来のね、どうしたいとか話してて、でまあそこでゼロトリックと絆深くなったかな。で、なるほど。で、一番語り合った最初の日っていで、よっちゃんは結局その親に塾サボるのバレて塾行ってたっていうね。